はい、おはようございました。今日はね、尻について、ちょっとなまっとるかな、イントネーションがおかしいかな、尻の便利な利用方法についてね、ご紹介したいなと思います。はい、それでは行ってみましょう。それでは iPhone で Siri を使うためにはね、設定があります。まあ、多くの方がもうすでに設定をされているかと思うんですけれども、設定ボタンを押して、ずっと Siri と検索っていうところがあるので、これを押すと、上から3つ、私の場合オンにしてますけど、これを全部オンにしてください。Hey Siri を聞き取る。反応しましたね。サイドボタンを押して Siri。ロック中に Siri を許可。っていうところをオンにしてください。定番ですよね。アラームの設定。Hey Siri。10秒後にアラームを鳴らして。はい、こんな感じでね、定番ですよね。それからね、今の応用で、カウントダウンでもね、できます。Hey Siri、 10秒後にカウントダウンして。マーを10秒にセットしました。ね、カウントしてますよね。っていう具合にね、これもね、便利に使えます。例えば、カップラーメン3分後にセットしたりとかね、それからパスタの茹でる、いろいろありますよね。4分茹でる、7分茹でる、8分茹でるとかね、その通りにしたいような時って、手元に時計がなかったりすると、お手元のね、iPhone で今みたいにね、Siri がちゃんと教えてくれますのでね、便利なかなと思います。Siri に計算さすこともできます。飲み会なんかでね、もう今、コロナで飲み会なんか言うとれんですけどね、まあ、割り勘をパッと計算することもできます。Hey Siri、Hey Siri、28,000円を6人で割り勘にして。一人当たり4,667円です。賢いでしょう。酔っ払ってたらね、計算ちょっとできないですからね。そんな時はね、もう一言 Siri に声かけるだけで、一人頭いくらよってね、パッと出せて集金ができるっていうね、便利な機能ですよね。機能、使い方ですよね。まあ、メモ、ちょっとした時にアイディアが浮かんだとかね、これやらなきゃっていけない時にね、メモをするも Siri にね、お願いすることもできます。Hey Siri、 メモしてほしい。メモの内容はどうしますか？昔々、おじいさんとおばあさんがいました。おじいさんは山へ芝刈りに行きました。おばあさんは川へ洗濯に行きました。すると川から大きな桃が流れてきました。昔々、おじいさんとおばあさんがいました。おじいさんは山が芝刈りに行きました。おばあさんは川へ洗濯に行きました。というメモを作成しました。内容は次の通りです。すると川から大きな桃が流れてきました。はい、いかがでしょうか。誤字脱字は少し若干ありますけどね、これメモなので、自分がね、分かればいいと思うのでね、パッと思いついた時にね、Siri に話しかけてメモを残しておくっていうのもね、いろんな利用シーンがあるのかなと思います。Hey Siri。
ダークモードにして。はい、ダークがオンになりました。ということでね、こういったこともできますね。Hey Siri。はい。LINE を送って。グループにどんなメッセージを送りますか？テストです。返信はしないでください。家計のメッセージは次の通りです。テストです。返信はしないでください。送信してもよろしいですか？お願い。はい、送信しました。とかね。結構便利に使えますよね。Hey Siri。はい。昭和37年は西暦何年？1962年1月1日月曜日、元日でした。Hey Siri。はい。つむつむを立ち上げて。はい、っていう具合にね、ゲームだけじゃなくてね、アプリをね、立ち上げることができますね。Hey Siri。はい。5月5日、子供の日にカレンダー登録して。予定は何時からですか？10時から。これと重なる予定がすでに入っています。水曜日の10時から11時までの予定をスケジュールに追加してもよろしいですか？お願い。水曜日の10時から11時までの予定を作成しました。はい、という具合にね、ちゃんと予定が入っています。これをね、指でね、登録を選んで何時から何時まで、カレンダーにね、入れるいうのはね、とっても慣れた方でもね、若い方でも慣れた方でも結構時間がかかると思いますよ。このSiriならばもう一瞬にして登録してくれますので、そして会話的にね、聞いてくれます。何時からですかとかね、聞いてくれますので非常に便利ですね。はい、それから、翻訳もしてくれるんですよね。 Hey Siri。翻訳して。コンビニはこの近くにありますか？はい。どの言語に翻訳しますか？英語または中国語。英語。英語ではコンビニはこの近くにありますかをこのように言います。Is the convenience store near here? はい。すごいネイティブな英語で、ですよね。こういうのように翻訳もしてくれます。今はくぐりましたけどね、続けて、続けてね、Siri にお願いすることもできます。Hey Siri。はい。英語に翻訳。私はとてもお腹が空いたので、レストランを探しています。英語では、私はとてもお腹が空いたのでレストランを探していますをこのように言います。 I'm so hungry, I'm looking for a restaurant. おお、いい感じのネイティブな英語ですよね。このようにね、区切らずに、一気にね、Siri に指示することができます。Hey Siri、中国語に翻訳。私はお腹が空いたので今からご飯を食べます。中国語では、私はお腹が空いたので今からご飯を食べますをこのように言います。我现在肚子饿、现在要吃饭了。はい、とまあね、こういうふうに翻訳もしてくれます。今対応しているのが英語と中国語ですね。まあこれから言語はね、増えてくるかとは思うんですけど、今現在は英語と中国語ということは翻訳ができます。
まあ、これがね、本当に合ってるのかどうかっていうのは、英語も中国語も喋れないので、わかりませんけどね。まあ、定番で、これも定番ですけどね。Hey Siri。はい。今日の天気を教えて。現在曇っていて、気温は20度です。今後は一時曇りになりそうです。午後以降は雨と予想されます。気温は20度で、今日の午後には13度まで下がるでしょう。めっちゃ便利じゃないですか、Siri って。もう結構教えてくれるんですよね。地域を指定したらね、地域の天気も教えてくれます。はい。例えば、Hey Siri。はい。尖閣諸島の天気教えて。尖閣諸島は現在一時曇っていて、気温は27度です。今後は雷雨になりそうです。午後以降は一時曇りで、今日いっぱい天気が変わりやすいでしょう。気温は27度で、今日の午後には24度まで下がるでしょう。はい。雷雨と、まあ、ちょっと天候が荒れそうなことですね。海上保安庁の皆さん気をつけて。まあ、これはね、今日本の地名でね、指示に教えてもらいましたけれども、世界中の天気とかもね、教えてくれます。人口だって教えてくれますよ。Hey Siri。はい。愛媛の人口を教えて。2021年現在の愛媛県の人口は1321,580人です。Siri がね、曲名を教えてくれますね。Hey Siri、この曲を教えて。この曲の名前は。青魂アンドモニタ大初めの歌方のレクエルドのように聞こえます。はい、はい。これ私がオープニングでよく使ってる曲なんですけどね、ちゃんと Siri が曲名を教えてくれましたね。今消えましたけれども、曲名を教えてくれた時に、スクショを取っておけばね、記憶力の悪い、私のようなね、記憶力の、あ、今の何だったっけっていうような時に、ね、スクショを取っておけば、後で、思い出して、まあ、曲を買ったりとかね、聞いたりとか、探したりとかできますので、ちょっと忘れっぽい方は、スクショを取っとけば便利ですよね。はい、今のような形でね、Siri がね、曲名も教えてくれます。これいろいろやってみたんですけどね、結構昭和の、懐かしの昭和の、歌謡曲とかもね、Siri はちゃんと教えてくれました。こいつ相当優秀ですわ。Hey Siri。はい。ビデオ撮影。みたいな感じでね、ショートカットを、まあ、事前に作ってたショートカットを、呼び出して命令させるって言ったこともね、Siri でできます。はい、今のようにね、ショートカットと Siri を組み合わせばね、すぐ動画が撮影できますね。まあ、どんな利用シーンかというと、iPhone を、まあ、車の、iPhone を車のスタンドに、まあ、取り付けておいてね、ドライブしてて、綺麗な風景とか、の時にね、今のように、Hey Siri、ビデオ撮影してって言ったらね、撮影してくれますんでね、もっと複雑な、
複雑いてもそうでもないですけど、今もビデオを撮るだけのね、ショートカットなんですけど、まあ、何分撮ってくれよとかね、そして何分撮ったら、動画をボタンを押してビデオを切るようにするとかね、もうちょっと組み合わせればね、高度なことができるようになるんですけど、私はねそんなにショートカット詳しくないので、まあとりあえず起動させて動画ボタンを押してみたいな、撮るところまでしか組んでませんけどね、もうそれで十分なんで、今はそれでとっさの時にね、Siri に動画をお願いしたりしてます。はい、いかがでしたでしょうか。Siriをね、使うと時間がねすごく短縮できたりとかね、簡単にね、iPhone がねもっと簡単にもっと便利にね、使えるようになるので、皆さんもいろいろお試しになったらいかがでしょうか。はい、以上となります。では皆さん元気で明るく過ごしましょうね。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。